我らが愛知は日本の都道府県の一つ愛知県が制定した県民家である。作詞若槻清成、補作西条80作曲古籍有事愛知県における県民家制定に向けた最初の動きは1918年に愛知県教育会が愛知教育雑誌を通じていった愛知県下の検証募集に始まる。 この検証募集では1910年に名古屋市歌を作詞した国語学者の上田和都氏が審査委員長を務め、62編の応募作が集まったが、該当作なしとなり、加作3編が選定されるに止まった。愛知県教育会は、この結果を受けて上田に作詞を依頼したが、歌詞が完成したことを示す記録は確認されていない、ため未完成に終わったものとみられる。 作詞者の若葉清成太平洋戦争終結から5年後の1950年、同年の愛知国体開催に先立ち、郷土色豊かで愛知の県政を読み、老用問わず誰でも歌いうるものとして、県と中部日本新聞社が合同で、県省のデザインと合わせて県民家の歌詞を募集し、1073編の 応募作から国鉄名古屋鉄道局職員の若葉清成が応募した歌詞が入選した。入選作をもとに、西条八重が補作、古関雄二が作曲をそれぞれ一択により担当し、8月15日付の県広報誌で県証と共に制定が発表された。同年には日本コロンビアより、藤山一郎と安山愛子が歌う SP レコードが製造されている。 県の行事以外で演奏されることは少ないが、2008年8月には、ブラジル愛知県人改装会の50周年記念式典で演奏されている。県民歌の多くに見られる国民体育大会を契機に制定された国体県民歌と1945年の太平洋、戦争終結後に荒廃した県土を再建する意思を歌い上げる復興県民歌の両面を兼ね備えている。 また、3番では、横浜港と神戸港に次ぐ国際港湾として昭和初期から急速な発展を遂げていた名古屋港を称えていることが大きな特徴である。ありがとうございます。